皆さん、What's up、バッパショートでございます。今日なんですけど、夜市に行きたいなと思います。マッサンの故郷で、そこでウイスキー飲みたいなと思います。どうですか？楽しみですよ。楽しみですね。で、北海道入ってきて、まあ、ちょっと経ちましたんですけど、すごいです、北海道の皆さん。昨日ね、ちょっとスーパーに行って半額合戦ちょっと参加したんですけど、コテンパンにやられました。もう尊敬です。すごい勢い、もう半額のシール貼り出したらもうみんなブワーってたかってね。僕も行ったんですけど、僕バーンって弾き飛ばされて昨日の収穫は今日の昼ご飯のカレーと、うどんだけですね。もうすごいです。皆さん、もうこれから北海道滞在するんでね、ちょっと鍛えて負けんように頑張らないとダメですねということで、今からなんですけど、ウイスキー工場行きますか？行きましょうか。はい、こんにちは。スコットランド、日本一スコットランドの気候に近いらしいですよ。だから、マッサーナも夜市を選んでしたらしいんですけど、今日ちょっと暑い、今日ちょっと暑いね、はい、スコットランドっぽくないね。今日はちょっと蒸し暑い、天気が悪いからかね。はい、でも多分今日、スコットランドの一番暑いの日みたいな感じ。でもスコットランド、こんな蒸し暑いのありますか？ ありません。ありませんよね。ありません。はい、でも北海道の天気が大好き。温度は同じなんですけど、やっぱ湿気がないからかね、やっぱ涼しい風が入ってくるから全然体感が違うね。ブッサー、こんなとこ汚い雑巾かけたらダメですよ。みんな多分後ろ見てる人おるんですよ、多分。後ろの景色見たいっていう人コメント来ましたよ。ちょっと待って、誰に掃除しない方ブッサーじゃないですということで、ここなんですけど、かの有名な日華ウイスキーの工場でございます。ということで、早速入りに行きましょう。ということで、今からちょっとレッスンを始めたいなと思います。皆さん、ウイスキーの作り方っていうのは分かりますか？俺全然分からんけど、まず原料です。原料から乾燥が10日が発酵から蒸留、蒸留から熟成、この順番がウイスキー作りの基本でございます。ルーさん、知ってましたか？ウイスキーモジュール知った？マジで？はい、6ヶ月ウイスキーだけ勉強した。すごい、さすがスコットランドです。ウイスキーの国でございます。これがゼロのネクストがファイヤー15の。なんでこんな色が変わるんですか、ロスさん。ウイスキー Look at the barrel. The color from the barrel and the flavor from the barrel goes into the whiskey. So like recently I heard like some people they're using the old like barrels from like making beer or other alcohol and then that flavor will go into the whiskey as well. So they have like a different type of like more modern flavor. すごいウイスキー博士。I think the juice got beer connected.In glass or junk. Well, that one is good. I've got to hear whether that through wimp and worms or junk. Translation あります。ちょっと話してみたい。私を終わったスコットランドの大麦が私たちに作ることのである液汁をグラスかジョッキで。ということで、ルスさんどうでしたか？めっちゃ良かったね、ウイスキー見学。あれが無料ですよ、フリーって最高ですよ。面白かった、うん、情報、たっぷりたっぷりありました、はい、ミュージアムめっちゃ楽しかった。はい、で、まあ、今回普通だったら試飲できるんですけど、まあ、僕ら運転なんで、今回このね、あのニックウイスキーのこの試飲セットみたいなの買ったんで、今夜市めちゃめちゃ海鮮が旬らしいんで、海鮮を買いに行って、で、そこからちょっとキャンプ場行ってバーベキューしながら、このウイスキーさんを飲むっていうのはどうですか？楽しんでください。ちょっと好きじゃない。ほんまにスコットランド人やのにウイスキー飲まなダメでしょう。はい、でもめっちゃ強い、すごいよくしとんのに。強いお酒ちょっと難しい。 OK、ということで、ここが秋崎さん、地元の人から教えてもらったんですけど、ここで新鮮な魚とかが取れるということで、ちょっと行きましょう。はい、おお、ちょっと牡蠣、おお、すごい。ホタテ何個？3個。欲しい？はい、きれい。めっちゃでかいですね、これ。こんなんおるんやね。うん、まだでかいのか。まだでかいのおるんですか、これより。
すごい4000円らしいです、1匹。北海道に来たらホッケは絶対食べたいと思ってたんで、見てください、これすごい、でかテーブルとテーブルしたいかな、ありがとうございます。はい、どうぞ。ということで、キャンプサイト着いたんですけど、あいにくの雨ですよ、ルーさん。最悪やね。今日も、ほんま予想では今日雨全然降る予定なかったんですけど、急に降りかけてきて、まあしゃあないね。ということで、海鮮バーベキュー、皆さん見てください。これが夜市の食べ物でございます。夜市の野菜、夜市のシーフード、このホッケ以外は全部夜市さんでございます。素晴らしい。わあ、最高ですよ。おお、サイダーどうですか。サイダー、夜市の、夜市のサイダー、それリンゴ。あ、そう、めっちゃ美味しい。どれからいきますか。この竹鶴っていうやつ美味しそう。アルコール分 43%、 これからいきますか。わあ、スモーキー、スメルがすごい。You are talking a lot. You're just making up random stuff. No, ほんまですよ。 OK, cheers. スコットランドのジャパン、チェース。チェース、皆さん、チェース。乾杯。うわぁ、うわぁ、ものすごい口の中でブワーッとウイスキーのテイストが広がっていく。すごい強すぎる。強すぎ。いや、美味しいわ。安いアルコールじゃない、なんかうーっていう感じが全然ない。シュワーっと口の中に入っていく。わー、めっちゃ美味しい。竹鶴、これをちょっと試してみたいなと思います。もちろんですよ、ルースさん。おー、熱っ。おー、熱っ。手がかいごっつむ。今日大丈夫大丈夫大丈夫。お、ホタテ開いた、ホタテ開いた、開けました、ホタテ。ということで、多分醤油入れる、醤油とポン酢どっちがいい。あ、ビキャップ、ルースさん。 I didn't think the shell would get so hot. No, of course, yes. You wanna put the soy sauce? Second one?わあ、匂いがこっちの方がちょっと薄い感じ。わあ、こっちの方が強く感じる。キュイーンって感じる。キュイーンって感じ。もっと簡単。俺、This one is much easier to drink. No, this one is easier, I think. Really?、Mm. I prefer this one. Really? Yeah. Cask? What's that one? Pure malt. I prefer the single malt. I don't like this one like so much. Little bit smelly. Like this.みたいな感じ、like、ピシみたいな感じ、わかりますか。 Yeah, you always like when you open the arm and you're like、 うまいやん。やばいやろ、これ見てください。めっちゃでかい。 Can you give me this one? やばいよ。 I can't lift this. めっちゃサラサラ。How did you get the skin off? You need to eat all of it. I only want the middle part. No, ものすごく美味しいです。わあ、うわあ、ここも美味しいのに。Give me that。 どうぞ、貝柱、ええとこもん取り。 Usually in Scotland we don't eat that stuff。 ほんまに？ スコットランドはこれ食べへんらしいです。貝柱じゃない、周りの部分。 美味しいですか？ ちょっと甘い。 うん、甘い？ はい、もうちょっとは甘いです。醤油と一緒にめっちゃ美味しい。はい、うん、OK。 ということで、次はつぶ貝の方いただきたいなと思います。多分これつぶ貝やったと思う。見てください。わー、うわー、ホタテよりこっちの方好きです。うん、ほんまに、うん、めっちゃ美味しい。コリコリ、ホッケさんをいただきたいなと思います。めっちゃ大きい。ルース、ホッケ食べたい？どうですか？Oh, you give me the sauce? You love sauce? わあ、見てください皆さん、これ。ホッケ北海道産。Yeah. ホッケめっちゃ美味しい。
どうですか今日、ウイスキー工場行ってみて。リタすごいですよ。マスさんの嫁さん。めっちゃびっくりした。はい。はい、exactly。100年前、日本に来た。はいはい、やばい、100年前。外国人全然ない。はい、めっちゃ大変だったと思います。思いますか？はい。どうも。うん、飛行機ない。うん。船だけ。やばい。めっちゃ、で多分大きいディシジョン。偏見みたいなのあるで、おー、あなた外国人。今はあんまりないけど、昔もっと。外国人一人だけやもん。やばい。どう思う？めっちゃ感動する。感動した？ちょっと待って、ダダダダダダダ。お疲れ様です。お疲れ様です。おー、ルースさん、だいぶ酔うで、これ。もう酔うて言っとんね。はい。ということで、皆さん、ウイスキーだいぶ飲み終わったんですけど、どうですか、ルースさん。もう、かなり酔っ払いで、もう、舌回ってませんよ。I have drank.Like maybe half of one of these,、mm. and you have pretty much drank all of them. おいしいね。Are you a whiskey lover? いや、さっき、今ちょっと聞いた話なんですけど、マッサン昔あのウイスキーボトル一本も飲んだらしいんですよ。めっちゃ酒豪やわ。負けてまうわ。You had one bottle like this and you <Yeah. S 1> drank. No, I already drank three of them. Oh, yeah. One. And then two halves. Two.いや、two and a half。しょぼいね。しょぼいね。Drunk piglet。すごいね。And he lived very long as well。ほんまやね。やっぱウイスキーは体にいいんですよ、多分。息長かった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 。ミニングじゃないか。Long breath の長生きですよ。長生き。絶対酔うとはこれもうあかんわ。